はいどうも、しろこりです。コンコリー。カセットビースト、続きを遊んでいきます。まずは、記録したモンスターの紹介をします。配信外で記録したモンスターですね。パイロン担ぎの進化系の信号かぶりです。その長い首で遠くからでも弱いモンスターを見つける。交互に点滅している赤と緑の目が放つ閃光を見た獲物は、めまいと軽い頭痛で動けなくなってしまう。この、頭の部分が首が伸びてみょーんってここに入ってるってことですよね。お尻の方を隠してないけど、防御面は大丈夫なんでしょうか。頭を隠しちゃったんですね。かわいいですね。はい、それではですね、クエストを今回進めていくクエストが、誰もが何かを探している。前回会った方、バイオラの双子の兄弟、セバスチャンを探す。とのことで、まずはその人のキャンプに行くみたいですね。東にあるって言っていた、この人だ。どうも。また会ったな。調子はどうだ？兄弟がいそうな場所はどのあたり？わからないんだ。セバスチャンは機転が利く。彼もこの地に流れ着いているとしたら、向こうも私を探しているはずだと信じているよ。なんで一人で旅してるの？私はこの地のことも、ここの風習のことも知らないんだ。ここの人々は私からすると奇妙に見えるのでね。身の安全のために一人で旅をしているのさ。町に馴染むことはなく一人旅なんですね。どうしてそんな風に話すのってどういうことかな。私から見ると興味深い話し方をしているのは君たちの方だと言えるな。もしかすると私が最初に予想していたよりも、この地は故郷から遠く離れているのかもしれない。なんだろう、イントネーションとか言語の問題かな。また今度。はーい。手がかりはないってことね。だけど、びっくりマークがここについてるんですよね。どういうことなんだろう。この下側、南側に建物が見えるな。とにかく、まあ、近場を探してみるしかないですよね。で、私、一つ、キャプテンの居場所が分かりました。ので、今からそちらに向かっちゃおうと思います。配信外でね、こうレベル上げとか、まあ、宝箱の開け方とか探索をしているときに、偶然ね、いや、まさかそんなところに、キャプテンがいると思ってなくて、あれ？あれ？あ、そっかそっか。スタミナね。はい。ここから、ここにある島。この島にですね、キャプテンがいらっしゃるんですよ。はい。このレバーを、ぐいっとやって、おい、この方です。キャプテン・グラディオラ。あなた、家から随分遠くまで来たのではなくって、ハーバータウンではない方の家よ。もちろん、あなたの本当の故郷のことを言ったの。私はグラディオラ。イアン氏率いるレンジャーたちの高潔なるキャプテンよ。すごい、自信に満ち溢れてるって感じ。どんなことをしてるんですか？ここで私たちを捕らえている苦難は、その大部分が未知のことばかりなの。この世界の影たちには爪が備わってる。私の仕事はね、影たちに爪の一撃を返してやることなのよ。結構、なんだろう。威勢がいいですね。なるほど。教えて、あなた。私のチャレンジを受けに来たの？自分の手に負えると思うのなら、私の剣にはいつでも自由に挑戦してちょうだい。バトルします。その可愛い顔に切り傷がつかないといいけど。そういう感じなんだ。剣の達人。戦士なんだ。おー、戦士ですね。なるほど。メタルか。白コリ。メタルなら、ガトレックスに変えたいですよね。で、そうですね。ケットランも変えたいですね。メタルに電気やると、トゲになってしまって、毒もトゲになっちゃうんですよね。で、第一はメタルに弱い。ということはトラインクス。メタルバーサスメタル。頼んだ。二人とも。
回避率アップ、回避率アップ使うのか、そういうこと。回避率アップ厄介ですね。そうか、そっか、どうしようか。まず、いや、回避率アップマジで当たらなくなるんですよね、本当に。マジで当たらなくなる。まずはどうしよう、フュージョンしちゃうか。とりあえずフュージョン、白コリとメレディスの心が一つになる。おー、ガトインクス、メカっぽくなった。すごい、なんかおもちゃ感増したけどええやん、ええやん、ええやんね。自分をタッチダメージ状態にする、これしようかね。タッチダメージ、相手結構近接攻撃してくると思うから、命中率ダウンに回避アップ、ちょっとちょっとちょっと、やばいじゃん。どうやってダメージ与える、これ、どうやってダメージ与える。全然相手に攻撃が当たらない系だこれ。賭けに出る、デジャビュ、あーやばいですねこれ。デジャビュ、マルチストライクにして、相手の攻撃を当たらなくして自分は安全に攻撃するってわけ。なるほどね。まあ、ただこっちのタッチダメージは効いてるから、研ぎ上げてめっちゃトゲトゲにしようか。うん、あれ、トゲ私追加されてる？うん、トゲ追加されました。3ターン、あ、タッチダメージ、あ、よかったよかった、追加されたわ。さっきなんで追加されなかったんだろう。うん、これでいいとして、相手やけど状態にもなってるから、これでじわじわ削るしかないのではっていう気持ちになってますね今。ヒューズパワーやってみる、やってみる、ラピッドファイヤー、回数多い攻撃してみるか。サウス城からラピッドファイヤー、ラピッドファイヤー、なんでなんで、当ててようよ、当てようよ。やっぱこのじわじわ作戦しかないのか。テキパキラッシュ、おまあこれでも倒せそうではありますけどね。うん、もうタッチダメージめっちゃ上げてくわ、これしかねえよ。相手は回避率を上げる、こっちはトゲトゲになる耐えてくれ。ナイス、いいよいいよ、削ってるよ、いいよいいよ。こっちなんか相手にデバフかけるのなかったかな。結構自分のバフばっかなんですよね私、覚えさせてるの。あー、攻撃の構えでもしとくか。命中下げてくるね。あ、もうもうちょっと、もうちょっと、もう研ぎ上げとこうフュージョンしてひたすら研ぎ上げるっていうね。あ、でも防御力とか体力は上がってますからね。あ、いいよ、よっしゃよっしゃ、1体目倒した、トゲで、ナイスナイスナイス。あなたの刃簡単に届くとは思わないでね。もっとさ、ガツガツ攻撃してくるのかと思ったら、何この子、かわいい、かわいい。この子も、なんだろう。いや、私の命中力5ターンも下がってる。やべえ。やばー。どうする？ギアショット。まずいですね。賭けに出る。賭けに出ちゃう？
いやでも命中率下がってんのがね、ほんと良くない。メテオウォール使うか。もうヒットポイントがギリギリですよ。はい、やけどになってください。でこれでギアショット使うか。一体の相手を連続で攻撃するグラディオラ。あ、回避使った。ギアショット、うわーミスうわーんうわーん、なんでだよ。研ぎ上げるまでミスするし。うう、これはやられたか。炎タイプの攻撃を受けると氷タイプの相手は溶けて水タイプに変わる。あー、色が水っぽくなった。くー、やられたな。フュージョン解除で、相手が今水になってるのでヨルムンゴルドと先手必勝。ギザギザエッジ持ってるんか。でケットラン、え、ギザギザエッジ持ってなくない？なんで今受けたん？マジ？デジャブ。あとは、近接しか持ってないな。ギザギザエッジ持ってるとしたら嫌ですね。回避率上げる。どっち？命中ダウン。デジャビュー。マルチストライク。よし。吐き出す。ナイス。タッチダメージ受けたくないですよね。もし相手が持ってるんだとしたら。書いてないんだけどね。吐き出すにしましょうか。こっちは、相手の近接防御を、エレキチャージやってみる。痛い。でも相手もかなりやられてる。マルチストライク。いいよ。これで倒せるやろ。うそん。そういえば命中率下げられてた。命中率下げられてた。うん、じゃあもう、いや、吐き出すで倒せる。レキチャージ。んー、頼むよ。相手のタイプが元に戻った。ミス。ミス。くぅ。当たってくれ。当たってくれ。頼むから。デジャブ使った。吐き出す。こっちもどっち使っとくか。命中下げないで、お願いだから。下げないでくれ。頼むから。お、ちょっと当たった。もう。もう。いやー。命中か。いや。あー、よくない。よくない。ラムタズマに変えるか。メレディス。痛い。ちょっと、変身解除じゃん。つえー。回避と命中下げるのを使うと、こんなに戦えるんやな。今までで一番手こずってるもんね。タッチダメージ。芽吹で、相手を下げる。ナイス。ナイスじゃないよね、今の。どう考えてもナイスじゃない。あー、すごい地味な勝利。地味な勝利だわー、マジで。Impressive. 見事ね。ここまでやれるとは思わなかった。あなた、見かけによらず、切れ味が鋭いのね。いや、なんか、ねえ、ガンガン攻撃してくる系かと思ったら、めっちゃ身軽に避けて刺しに来るっていう感じでしたね。ギザギザエッジ。近接攻撃を失敗した時に自動でダメージを受ける。あー。相手が失敗した場合、相手がダメージを受けるってこと？だからこっちはひたすらに回避を上げて、相手の命中を下げて、近接攻撃を失敗させるってことかな、これ。
近接攻撃を失敗したとき自動でダメージを受ける。多分そうですよね。相手がダメージを受けるんですよね。ああ、これそういう意味か。そろそろ任務に戻らないと。調査任務の内容はもちろん秘密よ。そう誓いを立ててるの。悪く思わないでね。はーい。いやー、今まででね、一番やばかった。やばかった。回復しに戻ろう。ここにキャンプ場がありますね。すごいモンスターに囲まれてますけど。キャンプします。回復回復。はい。あいにくの雨。雨やんだ。一瞬でやんだな、雨。で、そうか。ここら辺にまたもう一人キャプテンがいるらしいんですよね。でも今回はどうしようかな。ここら辺の探索してもいい気がする。あ、そうだ、これだ。農場の橋。聞いたけど、西にある農場を切り盛りしているジャガさんたちが、農場の橋に関するトラブルで困ってるんだって。っていうことで、ここに行こう。うん。どうしよう。では、こっちから、東へ行ってみましょう。あー、この前ちょっとだけ通りがかりましたっけ。で、こっから、もっと東。もっと東。あ、農場っぽくなってきた。ここにいるお方かな。え、あなたは、あ、え、コッコビリー。なんかコート着てる。コート着てる。かわいいな。かわいくない？かわいいでしょう。記録しよう。ノーマルテープでいけそうな予感がする。まあ、エレキチャージで。何何あなた。あ、全然いけなかったわ。ノーマルテープじゃ無理っぽ。無理っぽい。どのくらいパーセンテージいくかな。あー、半々。頼め！お願いします。お願いします。一緒に行こうぜ。一緒に行こうぜ。よっしゃー。やりました。コッコビリー。反抗的な態度が目立つモンスター。怒ると凄まじい声で泣きわめく。その音量はちょっとした衝撃波を起こすほど大きい。反抗的なんだ。あ、不良ってこと？あ、ちょっと不良っぽい、トサカにしてる気がする。あ、そういう感じなんだ。これ、進化しますね、この子。進化系見てみたい。いいなぁ。コケー。コケーっつって衝撃波を出すんだ。かわいいやん。おー、やったー。で、牧場のお方よ。クイーンジャガさん。あら、どうも、嬉しいわね。顔を出してくれるなんて。ちょっとゆっくりしていく？それとも、近くを通っただけだったかしら？あれ？なんか、困ってるんじゃなかったですか？困ってるって聞いたんですけど。お家の中。ま、特に何かある感じではないよね。ここで何をすればいいんだ？これ、キュートなカボチャだ。キュートなカボチャだ。カボチャのモンスター。あ、これか。なんか毒みたいな。やあ、君、うちのスライム問題を何とかしに来てくれたのかい？スライム問題？あそこに橋があるだろ？あれが農場とハーバータウンをつないでいるんだ。町で食べられてる新鮮な食べ物はほぼうちで作ってるんだよ。残念なことに、この辺りに住むスライムのモンスターが最近ちょっと凶暴になってしまって、その橋を動かなくしてしまったんだ。まあ、大したことないんだがね。何？奴らだって、きっといつかはいなくなるさ。それまでの間、うちで好きなように休憩していってくれ。何かできないんですか、これ。戦いになった。メガスラコッツ。フュージョン。はぐれフュージョンだ。そうか。毒。毒。毒ですって。毒には、そうね。ガトレックスだ。炎。で、回避率上げよう。
おお、なかなか、あ、毒にしたな。ひどいや。毒のダメージもバカになりませんからね。ラピッドファイヤーを使いたいので、攻撃の構え、遠距離攻撃上げて、エレキチャージするか。おー、痛い。痛ー、やばし。攻撃の構え、いいよ。で、ラピッドファイヤー、エレキバッテリー。おー、あ、ナイスナイス、いい感じ。ナイスナイス。で、スラコッツ2体に分裂したヒルンデル、エレキバッテリー。おー、ナイス。あー、よかった。相手の攻撃力高くてびっくりしちゃったけど、ナイスビクトリー。いやー、どうなるかと。この骨スライム、これ何に使うんでしょうね。あ、肥料になるんだっけ。いや、あれモンスターの塊だったんですね。おー、よかった。君、ありがとう。そろそろ心配になってきてたんだよ、この状況がね。うちでは骨スライムを作物の肥料に利用してるんだ。もしかしたらそれが土の中で成長してあのモンスターになったのかもな。あー、確かにありえそう。そうだ、スライムを使って農作物を育ててみたかったらうちに来るといいぞ。育てられるんですか。やあ君、改めてお礼を言わせてくれ。うちのスライム問題を片付けてくれてありがとうな。育てるのはこっちのお方ですか。あら、どうも、嬉しいわね。あれ、どうやって育てるんですか。キュートなかぼちゃだ。骨スライムを塗ってみようか。塗る。あ、こういうそういうこと。ジャンプキンが出てきた。そうかそうかそうか、仲間にしたいですね。じゃあ流星にして、記録でクロームテープ使っちゃいましょう。レコーディング頼むよ、流星。おお、 100% いきましたね。ナイスナイス。あー、ちょっと下がっちゃった。まあいけるやろ。あ、ナイスークール。ジャンプキンかわいい。普通のかぼちゃにスラコッツから取れたスライムを塗りつけると心が生まれてジャンプキンになる。人懐っこく好奇心が強い性格でいつも動き回っている。人懐っこいんだ、かわいいですね。農業を手伝ってくれるかな。ワインボール、コントロールを押し続けることで鶴を使って壁を登れる。使っている間はスタミナが減っていく。へー、あ、やっぱあの鶴があった壁は登れるんだ。なるほど、ジャンプキンだったんだ、キーとなるモンスターは。へー、そうだったんだ、よかった、塗ってみて。これでいろんな場所に行きやすくなりますね。よかった。いやー、どうもどうも。よかったよ。これで、ハーバータウンの西側に来たんだ。おー。あ、西側の町だ。僕みたいな有名人にここで会えるなんて全然思ってなかっただろ。そうだよね。待てよ、もしかして知らないのかい。全然知らない。ここにさ、私が話した人がどこかにいるはずなんですよね。名前忘れちゃったけど、あなたは。私が探している人はどこにいるんだろう。青い家、あ、あなたかな、あなたじゃない。ああ、フェリックスだ。お、やあ、来てくれたんだな。昔の家の名残から俺が何を救出したのか見たいんだろ。もちろん。な、俺普通に暮らしてた時は贈答作家だったんだ。贈答作家？見せた方が早いかな。ほら、こいつさ。俺が贈答リールだ。この中にこの贈答ロープを入れて、ついてる縦長のスリットから覗き込むのさ。贈答ロープには
モーターが内蔵されているから、ここの、このボタンを押すと回転するんだ。へえ。象とストリップの横の列には、ちょっとずつポーズを変えて描かれた絵がいくつも並べてある。だから回転させると、絵には命が吹き込まれて動き出すってわけだ。ほらな。そしたら今度はレバーを引くと、次の列に切り替えできる。そうすれば物語の続きが見られるんだ。へえ、すごい。丸ごと一つ物語を語れるし、生命だって吹き込める。ただの絵でね。俺は子供の頃からずっとゾートに取り憑かれてるんだ。こういうやつが昔は大人気だったんだよ。もう時代遅れって感じになっちゃったけどな。今じゃニッチな表現手段って感じだよ。少なくとも俺がいた世界ではだけどな。ゾートはフランス革命の英雄を題材にすることが多いんだ。ベニハコベとかな。だけど、でかい予算で作られた大作映画が大流行するようになってから、そういう題材の人気は落ちちゃってさ。俺は子供の頃、ゾートのストーリーに夢中になってた。で、作品への愛を振り切れなかったんだ。だから作家をやってるんだろうな。いいですね、昔ながらのものを継ぐっていうのは。今はちょうど新しいキャラを考えようとしているところなんだけど。そしたら、おかしなモンスターだらけの島は、アイデアを探すには最高の場所だってことが分かったんだ。だからつまり君に手伝ってもらえないかなと思ってさ。俺は今あるモンスターを探してるんだ。そいつをさ、じっくり観察してみたいんだよ。桜の草原で見つかるやつなんだ。木の剣を持ってる戦士なんだけどさ。なあ、手伝ってくれないか。もちろんいいよ。いいね。行き先がどこかマップに印をつけといたよ。木の剣を持った戦士とバトル。え、相棒になったフェリックス。 F でたけ。頭からにじみ出る汁で作る不思議な絵の具で絵を描く熱心な芸術家。絵の具で物に色を塗り、塗った色の種類に合わせて物の性質を変化させている様子が観察されている。へえ、アーティストらしいモンスターですね。熱心な芸術家か。この人のクエストもちょっと興味あるな。あ、メレリス一旦戻っちゃったんだ。なるほどね。じゃあ今回はここで一旦区切って、次回はこの方のクエストを進めてみましょうか。うん、それがいいかも。おー、これでやっと橋がつながりましたね。やっとですよ。結構長い道のりでしたね。よかった、つながって。はい、そんな感じで今回はここで区切りたいと思います。次回は新しくメンバーになったフェリックスくんと一緒にちょっと行動してみようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。